なは TP ある。大丈夫よ。大丈夫。ゆっくり。なんで俺ピン鳴らした？スタミジャパンお前ピン鳴らすなマジで。よくピン鳴らせるな。ありえんことすんな。バイン！バイン！これねここだわ。あそこはちゃんとワード置くんだね。え、いらんわ。それは。あなたのチャンピオンを倒せ。キリンスプリーム。アンストッパブル。シャットダウン。今の何や。ちょっと待って。ちょっと待って。分かってるし。ビクトリー。クマすら出してない。こんな試合生徒これいいんじゃん。いや、うっす。チャーハン美味しかったわ。お前眠なるやんけ。ちょっと気を引き締めていきます。次、アーリーの時安尾とカサディにどっちバンする？何バンする？2番あったら。カッサリン、ヤスオ、どっちでもいいんじゃない？どっちも嫌でしょ、言うて。どっちも嫌。嫌いな方。カサの方がなんとかなんないこと多いかな。自分は、なんかヤスオの方が嫌かなって感じはするけど。マジ？じゃあもう今回はまんまそうするわ。ワープしてきた時、ジャム当たったらなんかそのまま CC チェーン食らわせれる時あるから。まあでも確かにそのレーンでアドを取るっていう話でも、ヤスオ番の方がいいか。あ、そうだね。うん。で自分的にはアーリは基本的にグレーシャル、はい、で相手がアサシンの時とかは電撃とか、うん、オッケー、わかりました。俺グレーシャルアーリ苦手なんだよな。わかったわ、了解。アーリっていうジャンプ自体があんま火力出ないから、その電撃っていうよりもグレーシャルでユーティリティにいた方がいい。単純にあれだよね、うん、アーリのスキルって当てにくいスキルばっかだから、そうそうそう、まあ、結局総合的に火力変わんないんじゃないかって感じがする。あ、正直サーチも当てやすくなって全部当てれるわけないんだから絶対。うん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 。あ、それは当てたら絶対電撃の方がダメージ出るし、グレーシャル別にもう最悪もはやグレーシャル付きの Q とか当たんなくても味方の助けになるから。まあ確かにね。タイムワープトニックの方がいいとかないよね。そこら辺対面とかで決めたらいいんじゃない。その MS が欲しい相手とかだったらタイムワープトニック取ってもいいし、まあ、HP 回復も欲しくないな、うん、MS も欲しくないとかだったら別になくてもいいなって感じだったらドラリンにしたいんじゃない。じゃあ今回俺はニーコなんでタイムアプトニックを選びます。どう？でもいいんじゃない。よしよし、いいんじゃない。俺が今 H 選んでてもいいんじゃないって言ってた？じゃない、そうではない。まあどっちでもいいんじゃない。好みじゃない。まああとそれ時計より多分自分は靴の方がいいと思う。靴の方がグレーシャルアイテム積むまでが早くなるじゃん。なるほどなるほど。忍者さん今のはためになります。忍者さん今のすごいです。そっか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 。俺でストップウォッチ忍者やったけど交換アイテム言うと当たり前なんだけどね。 今まで時計の方選んでたの結構。俺時計選んでた。いや眼科いなせるからさ時計って。まあそうだね、うん、そこの面でだいたい俺優先しちゃう、ま、そこもね時計 300G で 650G ってのかな。そこも時計を優先しちゃう理由である。あと俺ゾニア結構好きだから。一応質問するけど時計ゾニアにするときは250ゴールド換算ってのは知ってるよね一応。は？え？え、あれ650円分じゃなくて250円分にしかならないよ合成するとき。え？始まりの時計もらった状態で買うゾニア合成費用違うでしょ。俺だいたいゾニア行くときもう始まりのストップウォッチだいたい積んでるから分かんなかった。え、いつからそれ、いつから、え、いつからだっけ。もうなんか最初からなんかちょっと違くなかったっけ。650円の時ってあったっけ逆に。え、俺マジで初めて知ったんだけど。え、これちょっとアンケート取っていい？これ、あ、ちょ、アンケート取っていい？これ声だ、また声出せてない人いるわ。
ま、え、待って、ちょっと、え、ほん、え、なんか配信を盛り上げようとしてさ、知らないふりしようとしてない君、マジで。違う違う、これマジで、はい、アンケート開始。疑ってるよ、まだ、自分、正直。マジなんだよな。これ知らなかった人結構いると思うぞ。え、ほん、え、みんな本当に言ってる？え、え、待って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 、嘘やん、それは。どうやってルーン選択してたの、みんな今まで。ほら、50、50ぐらいやん。え、俺、でもマジで初めて知ったわ。だったらもう、靴一択やん。え、これ、え、待って、アンケート、半分ってマジ？え、配信見てるやつらってリーグオブレジェンズの中でもよりディープなやつが見てるわけよ、これ。ちょっと落ち着け、あったまるな、あったまるな。現実を受け止めらんない、こんなことがあっていいのかと。これはね、日本サーバーの上位レートたちの努力不足です、これは。伝えてなかった。じゃあみんなに伝えよ、今俺も知ったから。また定期的に行ってくわ。で、チャレンジャーの人は毎日行ってください。俺の配信見てるからじゃない？あ、はい、ありとりました。対面パンテオンだけど、まあありなら、まあまあまあ。え、今回タイムアップトニックで来ました。パンテオン相手ってレベル2強いじゃん。ミニオンが出撃しました。セーフの方がいいよね、レベル1だけ。前言ってたウェーブ貯めてっていうのは、うん、パンテオン対面の時ないから、無理だね、うんうん、無理だから。オッケー、まあ慎重にやったらいいと。はい、まあでも1レベルのパンでも別にさっきダブルとか言うて、やば。ファーストブラッド、まあ別にダメージ交換できないことないと思うけど、スタンだけだったら。オッケーオッケーオッケー、いいね。切るわ。あなたのチャンピオンが倒されました。ほら強い。ダメダメ、マジでダメ。最近ちょっとバカだからさ、あの忍者に教えてもらったハラスのこと意識するとさ、すげえ感じ刺さるんだよね。ここ直さんとマジで。まあワードがジャングルのいそうな方向に貼れれば、そんなには。まあこれ別にガンク刺されたけど1対1の面では別に有利なまんまだから。何全然何してる。ダブルのイメージ上が強いかもしれん。どうして欲しいか知ってるわよ。いや、もういいのかよ。まあ、ワードを切りに行くときがちょっと下がったところの通路から刺すぐらいで、うん、ぐるっと、うん、フラッシュないときとかね、あんまりそこの物資に行かん方がいい。ほんとフラッシュあるならまだしも。で、自分的にはダクシル買わない方がいい。マジ？ブレーシャル送れるから。これそれもか。ダクシール買った分有利作らないといけないの、なんか重くない？なるほどね。なんか自分もうサファイアクリスタルとかで我慢しちゃう。全然いいんじゃ。グレーシャル系結構やから間違いなさそう、マジで。今よね、対面がいないからね。これでいいワード置く。対面いなかったら別に、まあ、うん、暮らしなくてもそこ通って死なんし。本当にフラッシュないあるときとないときで立ち回りちゃんと変えた方がいい。はい、もうフラッシュないときに攻めた立ち回りする必要は本当にない。はい、ウォッチングって言われたら当たり前だなってことたくさんあるんだけど、なんだかんだ実践してないことがマジで多い。
敵のボットとかも消えてるからな、これ。いやでもパンテのレベル5なんだ。そうだね。敵を倒しました。マジよ、オラフ相手意外とあんまり消したらダメだよ。味方が倒されました。敵のダブルキル。これは？敵を倒しました。ナイス。クッキー。敵のランページ W モーション、そのシンドラの Q と一緒で動きながら使えるやつだから使った方がいいよ。そうか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 、抜けてた。そうか、 MS 上昇か。E とか Q は止まっちゃうからあれだけど。そうか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 。パンテンは降ってくんじゃねえかな。出こない。ブルーかな、これかな。それやるわ。えっ、パンパン味方が倒されました。え、俺 W は今の連打してない、出てなかった。わからん。まあでも別に MS 上がってても多分ほぼほぼ差ない説もある。まあ正直これ別に。敵を倒しました。味方が倒されました。何が危ねえ、びっくりした。オッケーオッケー、敵を倒しました。いいね、忍者やったらここタワー殴ってる？うん、まあ殴ってるかな。オッケー。あ、正直この構成だったら全然相手序盤型のやつが4人ぐらいいるから。だね。わかりました。ダリウスも別にグレーシャルで割と回復しやすい集団戦になるからそんなに怖くない。壊して。オッケー。いや、どう今の。いや、今のと。ナイス。ナイス。よしよしよし。よしや。タワーを破壊しました。ここオラフとかなら3日当たってなさそう。俺寄っちゃっていいよね、これ。うん、全然いいよ。オッケー。そしたらもう全然パッて寄っちゃったらいい。あ、やば。敵を倒しました。ナイスナイス。敵を倒しました。あかりだ、あかり強い。やっぱあかり49秒だから帰ります。1回帰ります。帰る判断。きつかった時さ割と思ったけど、まあうん、そこ結構好みなんかもしれんけど、自分は割と普通完成させるよりかはそっちのエーテルウィスプとか積んじゃって。ああ、もうほんここなんだ。いや、そこはそこは、あ、うん、多分好み。あ、そうなんだ。多分アイだったら MS がそんなに主要かっていうのはそうでもないもんな。あ、そもそも早いからね、それ、うん、もうすでにエーテルウィスプ買ったら。そっかそっかそっか。でも結構ダメージの上がり方が高いから、靴の方が出てるっていうよりは。これ大丈夫でしょうか。あー、ギブしよっか、ギブしよっか。オッケー。え、そのボット走んの行っちゃおうかな。アーリーなら届く。なるほど。イグナイト渋んない。あっ、敵を倒します。ブレー、ナイスナイス。シャットダウン。はい、なんかいた。
うわ、切れんなあれ。ギャー、敵を倒しました、うん、強いアリちゃん。で、そっからは、まあ、仮面かボイドか帽子とかじゃない多分。え、鬼本行かないのこれ。鬼本でもいいけど。忍者だったらどれ。自分仮面行っちゃうかも。これ、忍者鬼本行かないんだ。敵を倒しました。もうなんか重傷 ADC が詰めやみたいな。やっぱそうなるんだね。気持ちだよね。なんか明治が頑張って詰むの、なんか効率がすごい悪い気がする。どうしてやっぱり TP ないのか。おっと、これやばそう。いやー痒くないな。敵のダブルキル。バロンはやらんだろ。あがりダメ。あいつ仕掛けたやばそう。あ、逃げてる。逃げてない。あいつの仕掛ける能力が高いんだよな。されました。バロンかな。こっちのエンゲージが農地か。いや俺幽霊ねえわ今。あ、敵のランプ。いや今の当てないと。触ってるかな。いや触ってるな。ゴリADC 育ってるとめんどくさいね。オートアタック絶対当たるし。あの下手っぴだったなマジで。思い切りが足んなかったな。やばそう。どうなんそれ。おおおナイス。あ、ダリ残ってんの。えぜうまい。ナイス。レイシャドウ。そうだよな。あー、敵のトリプルキ。正直レイシャドウってなんか相手キャッチするときとかに使いたいところはあるけど、使い取れてなかったし、ラゴン近かったから使った方が良かった。あ、断るんだった。味方が倒されまだチャンプになれねえと。アクティブやってん。
まあでもアーリー、あの全シャドウを事前に使って戦闘中にどっかで GLP 挟むだけだから、そんなにアイテム多くないよ。ここはワードはない、引っ張られそう。知恵か、味方のタワーが破壊されました。めっちゃ高い。俺がケイトにチャームを当てないとな。え、敵を倒しました。味方が倒されました。味方のインヒビターが破壊されました。ちょっとアーリー練習しておきます。はい、やっぱスタミン危機管理能力が薄めだと思う。その序盤死ぬことが結構多いし、うん、気をつけた方がいい。わかりました。その対面との距離が離れてたら、うん、その右のブッシュとかって別に行ってもジャングルに襲われるだけだったら、まあ最悪フラッシュ吐いたりしたら、うん、まあ別に逃げれるけど、対面が近い時とかはもうちゃんと回り道してワードを置きに行ったりだとかした方がいいし、はい、いろいろその序盤ワード置くところだったりいろいろあると思うけど、序盤に死ぬ数少なくしたらもっと楽な試合って増えると思う。うわー、今回2、3回あったよな。とか、あのエルダの時そうやな。まあ、まあ、そこら辺もそうだけど、うん、いや本当に序盤のデスと後半のデスってかなり価値違うから、本当に序盤集中してちゃんと気をつけた方がいい。はい、わかりました。まあ、中盤終盤の時とかたまに気が緩んだりする時はあるだろうけど、序盤とかって、まあ、もう本当に気張っておいた方がいい。レーンの横のブッシュは本当になんかちゃんと対面との距離を見て、わかりました。自分がフラッシュなかったらそもそも対面との距離が遠かってもワンチャン死んじゃうから、フラッシュがない時の立ち位置をちゃんとその半分より前には絶対出ない方がいいし、まあ、ウェーブがもう前の方にあるんだったら本当にできるだけ遠くから CS 取るぐらいの気持ちとか、ウェーブこっちに寄ってくるまで1個2個ぐらいだったら捨てたりとかするぐらいには気をつけた方がいいかもしれない。フラッシュないときに気をつけるっていうのはそうなんだよな、そうなんだよな。明確に変えた方がいい本当に。なんか曖昧だよね。もう本当に最初に知らないのを何回続けれるかゲームしてちょっと意識してもいいレベルで、ちょっと序盤死ぬ数減らした方がいい。そんぐらい俺はちょっと抜けてるか序盤が。分かった、 OK、 ありがとう。今回やることが明確になった。はい、ありがとう。またなんか D2 になったらお願いするわ。すぐだから、1週間だから待って。またね、ありがとう。はい、じゃあね、はい。